第87回選手権準々決勝まもなくキックオフ。右にエンド、青のユニフォーム、鹿児島城西高校下げます。こういった長いボールが多いですね。このボールをどうするでしょうか。さあ大迫勇也ボール持つ、あー抜けていく、抜けていく、かわしてシュート、いきました。オープニングシュートになります。あーもう強引に抜いていきました。そうですね、まあファーストタッチでも引き換えてですね、体をうまく入れながら反転してシュートまで速いですね。あのボールが転がっていく方向に相手の選手を行かせないように、うん、左手でうまくする、右手でブロックするんですよね。手の使い方も非常にうまいストライバーですよね。佐久井は今大会までこの試合まで6得点、特筆されるのはこの体の動きもそうなんですが、アシストなども素晴らしい。サウラン抜ける、鹿児島女性チャンスになる、シュート打つか、クロスが入る、ディフェンスが抑える、ね、前に送った。それではスターティングイレブンご紹介しましょう。ゴールキーパーは2年生の下市です。ディフェンスは4バック、クラゾノ、マツダ、ゴール前でチャンス、7番の大里、長利、1点目、前半5分、鹿児島城西先制。まあ、今のもね、9番の大迫勇二選手に長いボールが行った瞬間に味方の選手がもう予測して信じですね、裏走ってますよね。やっぱり彼に行った時に周りの選手がやっぱ連動してスイッチ入りますね。いや、これは滝川大にロングボールで前半攻め込みましたが、お返しのばかりのロングボールでした。まあ、この辺キーパーの動きを見て冷静に言いましたね。スターティングイレブンの続きをご紹介しましょう。ディフェンスは倉園、松井、成本、伊地知、その鹿児島城西が現在エンド攻め入っています。ドリブルを仕掛ける、大迫のぞみ、大迫のぞみ、中央に送ら、大迫優也、押し込む、押し込む、まだある、うん、一旦クリア。ミッドフィールダー、河野、大迫、安田、室谷、フォワードは野村と大迫、優也、さあシュートを打ちましたが、ゴールキーパーが抑えました。彼の右足が今日効いてますね。そうですね、やはり中央はですね、大迫、優也選手がいて、はい、攻め込もうとしましたが、一旦跳ね返す鹿児島城西、このボール、しつこく切りに行きます。いいですね、シュートを打ちます。これは際どいところ、輪を持って技を制す、25年の歴史がある滝川で、さあ裏にボールが出ます。10番の、おお、これはクロスに当たる、まだある、まだある、11番の河本、中央に送って、今度は三田来海斗にはつながらない、来ました。この後もコースの切り替え早いですからね。このボールをどうだ、大迫勇也がボールを持ちました。右サイド一人空いています。中央には野村が待っています。左サイドにもいますが、うまいですね、あー一人で行く、一人で行く、一人で行きました。ファールを取りました。ボールを持ってオーバーラップは吉澤春風、いいですね。今度は右に展開、このボールどうでしょう。12番の室谷から大迫勇也、大迫勇也がボールを持つ、ディフェンスが2枚仕掛ける、仕掛ける、かわしてシュート、決まりました。これで4試合連続ゴール、今大会7得点目。いや、その後のシュートもね、本当に腰が強くなかったらあそこら打てないですよね、はい、この後相手が来た時ボールをどこに置くか、いや、ディフェンスが囲んでいるんですよ、武田さん。そうですね、3回戦の宇都宮白陽高校戦でも見事なミドルシュートを決めました。ベスト4のうち2度この三沢で決めている、非常に相性のいい球場なんですね、はい、これを関係者から知らされるとさらに気合が入りました。滝に応援席、ひるまず、おごらず、はつらつと、まずは1点を返します。ゴール前に来る、室谷のヘディングは合いません。仕掛けてますよね、ただディフェンスの面でラインを上げているのはいいんですけども、やっぱり9番の大迫勇也選手のね、はい、マークをもう少しタイトにすることが大事かなと思いますね。自由にさせないと。今ディフェンス3枚ついていて、井上からクロスが入る、いいですね、フリーになる、フリーになる、少し間を置いたシュート、ディフェンスに当たる、今みたいな。7番の大迫のぞみ、その大迫のぞみに託します。大迫勇也がニアに走った、その大迫勇也、まあ、とある新聞には情勢のベッカムなんて書かれていましたが、右足のキック正確です ね、 ですね、非常に正確ですね、鹿児島城西は前半シュート早くも7本、6番は中村優希、過去3本の、あ、裏に抜けます、大迫勇也が先、浮かす、入る、これで4試合連続2得点、柔らかいシュートを打ってますし、この一瞬のところも走ってるわけですよ。そうなんですよ。ここでも慌てないで、はい、非常に柔らかい膝のフリーでシュート入れてますからね。先ほどゴールポストのわずか左にそれる、まあ、ヘディングシュートもあったわけですが、はい、はループあり、右足ありヘディングありと、このフォワードストライカーとしての大迫勇也が光っているこの試合。さあ裏に抜ける、野村、
チームでしたけども2番の小石が前に送ります。滝川大に白のユニフォーム、このボールを拾いたいが青のユニフォーム鹿児島城西。さあ大迫勇也簡単に前に送って裏に抜ける、オフサイドない、野村が詰める詰める、押し込む4点目。まあ今のも9番の大迫選手に、ね、ボールをもらった瞬間にちょっとディフェンスラインがちょっと入った瞬間を試したけどね。そうですね、あの辺もやっぱりしっかりとしたセンターアウト、はい、ディフェンスが対応するタッチを割りました。ここで主審山際さんの笛です。前半終了、第2で後半のキックオフです。J サッカー J というのは情勢の J、その情勢ですが、中央に来て14番の平原決めた、後半1本目のシュート、追加点、スピードもありますしね、はい、いいところに入ってきますよね、角度のないところからやっぱり低いボールというのはキーパー一番取りにくいですから、しっかりと狙って、まあ、ハーフタイムを終えて当たっていました。そして長らく鹿児島サッカーをリードし続けてきた鹿児島実業の松澤総監督がご覧の腕組みの眼鏡の方、ね、鹿児島実業も、ね、予選突破できませんでしたから、それぐらい鹿児島のレベルは非常に上がってます ね、はい、そうですよね。実は今日勝ちますとさあ滝川第二のチャンスになりますが、11番の河本中央に送ってもう一度河本、3年生でメンバーに選ばれなかった選手たちがこれを作ってくれたのは、さあ中央だ、大阪雄也、ゴールキーパーが反応しました、浅野になるところでしたが、今のも、ね、センタリングに対して思い切り振ってしまうとミスしてしまうので軽く当てるだけでして、ね、まあ、キーパーよく触りましたけども、滝川大にも頑張って走っているということ、そうですね、うん、9番の大迫勇也、14番の平原、この2人が中学校時代のツートップだったと聞いています。大迫勇也切り返せるかどうか、一旦下げて平原、中央に室谷、一旦下げる大迫のぞみ、点をマークした大迫のぞみ、スロー出ますが、今日はクロスコーナーキックよりも彼のシュートが光ります。そうですね、非常に最後までボールを見てですね、切ってますよね。6番の中村、いやいいボールだ、先にゴール前、さあ来たホームラン、ナイストラップ、ナイストラップシュート、どこにボールを置くかというのをもう来る前に、ね、意識してこのトラップですよね、それでいいところで打ってましたけども、選手すべてが走りに走っている準々決勝、5対0と鹿児島城西リードですが、大迫勇也もう一度押し込んだ、14番の平原、ここが、ね、攻めれば攻めるほどね、やっぱりセンターワードの城西の9番の大迫選手、逆にそこを狙ってますもんね。の中村、ファーサイドに大村がいる、13番の吉澤仕掛ける、エリアに入る、どうだ、押し込んだ、パスをもらってから13番の宇佐先生ですか、非常に細かいドリブルからチャンス作りましたね。パスゲームを行う滝にシュート、下市がキープします。この独特のパスゲームとサイドアタックがうちの持ち味なんだと囲い監督が話しますが、このサイドに入って1対1ならドリブル、そして中央に送って、あ入りました、20番の大村が決めました、1点返しました、そのバックヘッド決まりました。いやゴール前のひらめきが人間じゃないというふうな、ただ低い速いボールという意識はね、本当に良かったですよね。これは大学に進んで4年後にプロを目指したいと話す吉澤、6番の中村中央に送る、宮に走る、トラップ、いいトラップだ、ボールを押し込んだ、わずかに左、本当にね、体張って自分たちのボールにして、いやいいですね。1月5日の神奈川県三沢、大迫勇也がボールを持ってシュート、これは上に向きました。やった時の体とか手の使い方で必ず自分たちのボールにしてますよね、はい、ロスタイム表示3分、今主審山際さんの長い笛、攻撃力
爆発でした。鹿児島城西高校6対2、滝川第二高校を下して準決勝進出です。